はい、どうも皆さん、こんにちは、富江と申します。前回はね、もろの見事に FF5 の火力戦のボスみたいなやつにね、やられてしまったので、今日はね、きちんと進めていけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。それではスタートしようと思うんだけど、どっから始まるんだろう。ベンチからじゃなくて、もういきなりこっから始まるのね。ちょっと待って、出遅れた。なんかもうどんどん降ってきちゃってんだけど、タイミングがわからない。今がチャンス、今がチャンス。よし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 。で、前右に行って、炎になんか行き止まり食らったから左の建物に行く。で、おノーダメノーダメ。で、行き止まり。あ、でもなんか赤いの、何あれ。ここのガーレキに体当たりすればもしかして、あ、連打ね。そいーそい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 。おお、はあ、ああ、ごめんなさい、私あんまり連打するとシャラポンになっちゃうの。あと消火器、そっか、消火器があれば、あの通せんぼしてきた炎を消せるもんね。あとマニュアル読みます読みます。はい、火災が発生した時はできるだけ早く消火器で消火すること、その際は落ち着いて火元をめがけて消火剤を噴霧すること、煙で火元が分かりづらいことがあるが、消火器ホースを振ったりしないことがコツである。1回は防災訓練などで消火器の使い方を体験する必要がある。あー、私消火器なんて多分それこそ小学校のね、防災訓練でちょっと使ったぐらいかな。で、せっかくノーダメできたんで、このまま行きたいな。あー、バカブス、この何やってんの。ちょっともう、じゃあ立ち止まらないで行こう。ほら、サキちゃんも早く。あ、やばいやばいやばい、あと一発食らったらやばい。やばいじゃん。あ、で、ここで行き止まり来るから、食らうから、ここで消火器を使うんだよね。これぐらい、よしよしよし。で、道具で消火器を使う。よし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 。消えなさい、跡形もなく消えなさい。消えたわ。よしよしよし、これで山場は越したかな。あとアイテムがある。お、落とす、来い。お、びっくりした。なに、あっぷ、今の一撃死じゃん。あと救急セット助かる。どうしよう。いや、ちょっともう消せってる暇ないよね。もしあと一発食らって死んだらまたやり直しだもん。ということで、もう早速だけど使わせてもらうわ。で、あとなんかもう一個アイテム見えたよね。あったあった、際どいな、何これ。よいしょ、ファミチキって美味しいよね。ほんとどうでもいい。もう一刻も早くここから逃げたい。もう大丈夫かな。おい、何今のヨガフレーム。ちょっと、でも回復しといてよかった。あとサキちゃんは、サキちゃん、あ、いたいた。あとはアイテムがある。これはなんだ、ロングスカート。こんなに火の粉が舞ってる時に、なんかこんな吸水ポリマーみたいなロングスカート履くの。まあ旅館の布団よりはいいか。はい、装備します。まあもうぶっちゃけお着替えなんてどうでもいいから早く逃げよう。もうよし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 、これで抜けたかな。お、行った。ここまで来ればもう何も落ちてこないみたいね。本当、もう大丈夫。あら、ねえ、こんなに夕方って暗かったっけ。あの、ごめん、今私あの夕方の暗さよりも、あのなんか先ねえの股がちょっと濡れてるように見えたんだけど、まあ見なかったことにしますよ。
電気のない街がこんなに暗いなんて、なんだか怖くなってきました。何も見えない。じゃあちょっと今までだったらね、そうですかってこんな感じだったけど、ちょっとここで情緒不安定な女になってみよっか。こんなに暗いと何も見えんにゃん。こんなに暗いと何も見えない。うわうっぜー。そこまで暗いかしら。怖いのはわかるけど少し落ち着いて。はい。まあね、先姉さんの乳首の塔の方が暗いしね。なんだか寒くなってきたわね。あら、先姉さんホットフラッシュの次は何？末端冷えしよ。今日はもう歩き回らない方がいいわね。そうね。どこか休める場所を探しましょう。ああ、私そのセリフは殿方から聞きたかったな。なんでニューハーフ二人旅なの？お、ビルへの避難。じゃあまあ、はい、読みます。繁華街などで大地震にあった場合、直後に発生するガラスや看板などの落下物から身を守るために近くのビルの中に避難することが有効である。しかし避難したビルの柱に X 字状のひび割れや斜め方向に深いひび割れがあった場合は、すぐに隣のビルに避難移動する必要がある。こうした柱のひびは線断破壊といって、柱内部の鉄筋までも切れている可能性があり、ほとんど耐震力を失っている建物になっている。余震によって崩壊する危険性が高いので、すぐに退去しなければならない。これは全然知らんかったし、結構役立つ知識だね。おっと、もう一個マニュアル、夜間移動の危険性。じゃあはい、読んできます。大震災時には家を失う、家族を失うなどして人々の精神状態が不安定になっている一部の人々に強奪や暴行行為など不審な行動に出る可能性が潜んでいることから、夜間の外出はできるだけ避けるべきである。特に女性は絶対に一人で夜間移動することは避けるべきである。どうしても夜間外出する場合は男性と一緒に、あるいは複数の女性で移動してほしい。まあニューハーフ二人には関係ないけどね。本郷ビル事務所、ようやく一息つけるのかな。うわ外やばくない？ちょっと本日午前7時10分セントラルアイランド沖を震源として発生した地震は、最も揺れの激しかったセントラルアイランド中心部で震度7を観測しました。震度 7？震度7ですって。確か私のいる東京は確か大地震の時は震度5か。あ、でもあれよ、私その時新宿のビルの32階で OL やってたのよ。だから確か体感的には震度7ぐらいあったみたいで、でしかもすんごい長時間揺れてさ、ほんと気持ち悪くなって、だから私のタイプだった上司に、すいませんちょっとトイレ行ってきていいですかって言って、でトイレに行って、で本当大変だった。この地震により周辺地域では大きな被害が出ています。被害状況本当どうなってるんだろう。セントラルアイランドでは電気ガスの供給が途絶えており、島内の交通機関はストップしています。やっぱり歩いていくしかないみたいね。私もあの時な、当時巣鴨に住んでたんだけど、新宿から巣鴨まで歩いて4時間かかった。でなんか大きい道路歩いてたんだけど、もう歩道も道路も全部人なのね。もう車なんて通るなんか余地もなくて、いやあれはほんとすごかったな。現在も懸命な救助活動が行われていますが、断続的な余震により作業は難航しています。私たちも早く避難所に行きたいんだけど。西地区の被害が大きく、液状化や水没している地域がある模様です。水没ですって？
怖い。私は最近デブってきて、水没よりも乳首の陥没の方がちょっと怖いです。西地区にいる方は西第三中学校に避難してください。続けて東地区は。ここは何地区なんだろう。日が暮れるまでに着きたかったな。そうね、っていうか私たち本当につけるの避難所まで。それにしても思ってた以上に大きな地震みたいね。そうね。お、大丈夫、私たちきっと助かりますよ。もうおしまいよ。怪我がなかったことを喜ぶべきでしょうね。何も言わず、ん？ぐっと先を抱きしめようとする。何これ、女の子同士だ。まあまあ女の子同士ならありか。まあいいわ。じゃあねえ、そっとサキちゃんにチョークスリーパーかけますよ。あれ、ちょっと座りましょうか。何よ、結局何もしないの。本庄さんに。本庄さんに、もっとそばに来ませんかと誘ってみる。近くに座る。話を続ける。何ちょっとこのゆり臭い選択肢。じゃああえて今までね遠ざけてたけど、にじり寄ってみる。やだ、私正直キモい。何ね、そりゃ本庄さんも不気味があるよね。でも今日一日いろんなことがあったわね。そうね、リンゴちゃんには引き殺されるし、タモさんは撃ち殺されるし、アムロちゃんファンは敵に回すしさ、もう散々よ。あの拳銃を持ってた人、やっぱりあの森田って人。そこがやっぱり未だに気になるんだよね。この選択肢の中だったら、私はやっぱりあの殿方が気になります。あの拳銃を持ってた男の人は一体、なんていうお名前なのかしら。わからないけど、でも許せないわ。あ、やっぱりサキちゃんはもう確信してるのね、あいつが殺したって。それにしてもトンネルで見かけたあの人がまさか森田グループの会長だったなんてね。森田グループってかなり大きな複合企業なんだよね。そんな大きな会社の会長がまさかあんなことに。でもねえ、そんな大きな会社の会長だからこそ、なんか変なやつらに狙われることが多そう。あら、アラサ女が二人でため息ついちゃって、やめてよ。ちょっと話変えましょうか。そうね、じゃあ、じゃあ咲姉さん、ニコニコでねえタイプの男性とかいない？あ、ちなみに私は、まあ、最近だとクール武士さんと、あと安定のドグマ風見さんと、歌い手のダルジさんかな。咲姉は？ねえ、あなたって学生？この島には何で来たの？男あさり。大学に通う予定だったんです。え、サキさんとお近づきになるためよ。教えたくない。あ、やだ、まさに男あさりがあるじゃん。じゃあこれねえ、男をあさりに来たんです。素敵な男性を探しに来たんです。そうなんです、私。え、そのためにわざわざセントラルアイランドまで来たの？まあもう森田事務所で出会っちゃったんですけどね。でもあなたのこと少し分かってきたかな。なんかすんごいピッチだと思われてそうなんだけど。本庄さんに何か質問してみようかな。じゃあねえ、先ねえはさ、その二重どこのクリニックでやったの？本庄さんってねえ、どこで鼻のプロテーゼ入れたの？ん？あ、何？カレピッピはいるんですかとか聞けるんだ。じゃあ、ねえ、カレピッピはいるの？カ
彼氏はいるんですか？どうなのどうなの？え？彼氏？うん。もう何年も前だけど、すごく好きな人がいて、その人と別れてからずっと一人ね。え？やだ、なんか今までずっと遠ざけてたけど、私と同じじゃん。なんか急にシンパシーを感じ始めたんだけど。元気かな。島から離れた場所に住んでるらしいし、地震に巻き込まれてはいないだろうけど。ちなみに私のモロカレって誰だよ。私の元カレピッピはなぜか私と別れてから私と同じ沿線に住み始めたんだよね。お、あとカレピッピは聞いたから、じゃあどこに行こうとしてたんですか？そうだよね、私はセントラルアイランド方面に向かってたけど、先ねえはセントラルアイランドから出てこうとしてたもんね。本庄さんってどこに行こうとしてたんですか？うん、気になる。この島から出て行こうとしてたの。ちょっと前までは看護師をしてたんだけど。ああ、イメクラでね。どうしてもやりたいことがあってね。あら、なんだろう。やりたいことってなんだろう。めっちゃ気になる。もう超気になる。すごく興味なさそうね。うん、そんなことないよ。じゃあなんでカレピッピと別れたの？彼氏と別れた原因は何ですか？何？どんなひどい振られ方をしたの？ひどい喧嘩をしちゃってね、それっきりっていうよくあるパターンや。ちなみに私はもう飽きたと言われて振られました。今思えば私が子供だったのよね。まあそれが今ではね、更年期障害に苦しむね、36歳だけど。どこに行こうとしてたんですか？彼氏はいるんですか？別れた原因は何ですか？もう全部聞いちゃったから、じゃあもういいかな。ところで、お、何これ、もっとそばに来ませんかと誘う、もっと近寄る。じゃあちょっとあえて近づいてみる、にじり寄ってみる。うわー、キモい私。ちょっと狭くない？すいませんね、90キロで。そういえば、お、昼間のあの歌歌ってくれませんか？鼻歌を真似して歌ってみる。じゃあちょっと真似して小バカにしてやりましょうか。でもあれどんな鼻歌だっけ。全然違ったわ。その歌ちょっと音程ずれてるよ。うるせえ。今日はもう遅いから寝ましょう。そうね、もう疲れたわ本当私。私そろそろ寝るわ。あなたも早く寝たら。はーい。災害時ラジオの使用。はい、じゃあマニュアル読んできます。災害時は正しい情報をいかに入手するかが最重要課題と言ってもいい。停電した状況ではテレビも見ることができないことから、乾電池で起動するラジオから情報収集することがベストである。災害時のラジオはあなたが必要としている地域の情報を伝えてくれる。デマに惑わされることからも回避できる。常に携帯ラジオを身につける習慣をつけてほしい。ラジオは災害時のライフラインであることを忘れることなかれ。と言われてもなかなか難しいよね、ラジオ常に持ち歩くって。あとまたマニュアル、まあ読みましょう。報道から得られる情報。はい。
大災害が発生すると国営および民間放送のテレビラジオは昼夜を問わず発生と同時に災害放送を開始する。全国で震度5弱以上の地震が発生し気象庁が緊急地震速報を発表するとテレビラジオは即座に緊急地震速報を震度4以上の揺れが想定される地域に警報を放送する。その直後に震源地、地震の規模、各地の震度などの地震情報と被災地へ向けて火器への注意など地震直後の注意喚起情報を放送し時間の経過とともに避難所情報など被災者が必要とする生活情報を放送していくことになる。おお、じゃあなんか放送する順番っていうか順序みたいなのがあったんだ。これは知らんかった。おっと、まだあるの、マニュアル。はい、じゃあ読みます。避難所以外での避難、はい、もうこれに最後にして。本当、大地震発生後に避難所に入りきれない場合や家の被害が軽微な場合など近くの公園でテントを張って避難したりそのまま自宅で避難するなど避難所以外で避難所以外の場所で避難生活をすることがある。その場合はまず治安に注意しなければならない。したがって懐中電灯などで明かりの確保が必要になる。電気ガスが停止しているので冬季など気温が下がるときは毛布などで暖をどう確保するかが問題になる。そして飲料水や食料は近くの避難所へ避難所外被災者として登録して配布される救援物資を確保する必要がある。こんなの全然知らんかった。あ、ガチで役に立つね結構これ。もうないよねマニュアル。あ、よかったよかった。お、ここまでの内容のゲームデータをセーブしますか。よっしゃー、セーブできる。あとちょうどねもう時間もいい時間だから、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあね、ちょっとぐだっちゃった部分もあったんですけど、もしよければ次回もよろしくお願いします。それではまた。